言いたいことが言えないけど、言えないことにイライラしてしまう時の対処法は何でしょうか。25歳女性ということで、言いたいことが言えないけど、言えないことにイライラしてしまう。はい。まあね、ありますね、こういうことね。まあでもね、あの時ああ言えばよかったってやっぱ後で思いつくんですよね。それは私もとてもよくわかります。あの時にっていう、その場でね、パッと思いついて言えればそれに越したことはないんですけど、まあいろんな立場だったりね、あの場所だったり場所柄だったりで言えなかったりもするんだけれども、そうですね、僕としては僕がよくやるのは、あの時に言いたいことを言っちゃってたらもっとひどいことになってたんじゃないかなって思うことはよくありますね。言えなかったってことでイライラするときと、言ってしまったことでさらに大きなイライラを抱え込むってことが往々にしてあるので、言いたいことが言えないときって何かしらそういう、なんていうかな、コミュニケーションが取れてないときに起こる現象でもあると思うので、仮にその言いたいことが言ったからといって双方が、なんていうかな、安全に終わることって実はあんまりなかったりもするんですよね。だから言えないことに、やっぱり言えなかったことに対してイライラしてしまうっていうことはあるんですけど、でも言ってしまってたらもっとイライラしてたかもなっていう選択肢も実はあるっていうことを、前向きにこれぐらいのイライラで済んでよかったのかもしれないっていう考え方も一つあると思います。ただまあね、言えなかったことにイライラするっていうのはまあゼロにはならない現象なので、まあね、言えたもんじゃないですよ、それはどんなに年を取っても。だからせめて、今のイライラを超えるイライラじゃなくてよかったなと。まあ言いたいことが言えないイライラっていろんなイライラがある中では比較的、なんていうかな、軽いものだと思っておけば、まあちょっとは気が紛れるんじゃないのかなと思います。なので、言えないことにイライラしてしまう時の対処法という対処法ではですね、言ってしまったことでそうそう良くなるもんじゃないよという、もっとイライラしてたかもよって思うとちょっとだけ気が紛れます。